顔に脂肪がつく人の多くが姿勢に問題があります。じゃあどんな姿勢かというと、まず猫背で巻き肩です。そうすると顔が前に出ることになります。この状態だとこのフェイスラインだったりとか首回り肩回りにも脂肪がついていきます。この姿勢を正しくするのに大事なのが肩甲骨です。肩甲骨をしっかりと寄せることができれば姿勢がまっすぐなって顔もまっすぐなって脂肪がつく隙間がなくなります。顔周りの筋肉を鍛えて顔周りの筋肉を緩めるマッサージをして、そして姿勢を改善していくという動きを行っていきます。一見すると顔痩せに関係ないような動きもあるというふうに見えるかもしれませんが、全部関係がありますので手順通りに行ってください。3、2、1、GO手後ろに組んで胸を張って肩甲骨を寄せます。そのまま下を上に上げます。30秒やります。顎のエラの部分からこのフェイスラインに沿って顎の骨の周りの硬くなった筋肉をこうやってほぐしていきます。エラの部分から顎の骨の周りです。先端まで来たらまた変えていきます。次は口をちっちゃくして横に広げていきます。次は口を閉じたまま舌を中で動かしていきます。逆回しもいきます。肩のラインで手をついてもらって指をできるだけ大きく広げます。でこのまま壁と逆の方向を向いていくとこのラインがぐーっと伸ばされるのが分かると思います。で逆を向いていきます。猫背巻き肩になっている人は腕のストレッチすごく重要です。結構これ痛いって感じる人多いと思うんですが、ちょっとずつ慣れていってください。できるだけ壁と逆の方向を見ていきます。
指は大きく開いてください。逆もいきます。指を大きく開いているのが非常に大きなポイントです。指の開き方が甘いとあまり効きません。無理ない範囲で行ってください。結構きついです、これ。次は壁に手をついてもらって、お尻を後ろに突き出しながら胸は壁の方に近づけていきます。腰に痛みが出ない範囲で行ってください。お尻後ろに突き出して胸は壁の方に近づけていきます。背中周り、脇の下あたりに感覚を感じるように、腰を反りすぎて痛めない程度で構いません。斜め上に手をついて指を大きく広げます。この胸が伸びるように、胸の筋肉伸ばすように顔をちょっとだけ斜めに回していくと、この辺りぐーっと引っ張られる感覚があると思います。ゆっくり呼吸しながら続けます。指を大きく開きますね。逆側もいきます。指を大きく開いて顔はちょっと逆側に引いて胸の筋肉伸びるように、ゆっくり深呼吸していきます。吸って、吐いて、伸びている筋肉を手で触るとさらに意識できます。吸って、椅子やテーブルなどの台に肘をついてもらいます。お尻を突き出して胸を張ります。これも無理のないところまでで OK です。ゆっくり呼吸します。椅子やテーブルに手をついてもらって膝をつきます。この状態から前に行ってしっかり肩甲骨を締めた状態で戻ってきます。肩甲骨を締めて戻ってくる。手の幅は肩幅よりやや広いぐらい。しっかり肩甲骨を締めたら戻ってきます。息を吸いながら前に出て吐きながら戻ります。手を後ろで組んで肩甲骨をぐっと寄せます。この状態からランジするんですが、体まっすぐ上体立てるように、かかとで地面を押して帰ってきます。前に出た時に骨盤、膝、つま先が一直線になるようにしてかかとで地面を押して帰ってきます。前に出た時に膝が内側に入らない、外側に開かない、骨盤、つま先、膝が一直線の状態で床をかかとで押して帰ってくる。
った状態から膝の角度どっちも90度を目指してしっかり足を前に出さないと膝がつま先より前に出てしまいます。膝がつま先より前に出ないように歩幅をしっかりとってかかとで地面を押します。上体立てたまま Day1 お疲れ様でした。 Day2 から Day7 はチャンネルメンバーシップに加入することで見ることができます。現在運動習慣を身につけるコースを開催中です。個別コンサルティングや LINE グループ、そして個別 LINE での質問もし放題です。顔を痩せしたいあなたはぜひご検討ください。入会リンクは概要欄とコメント欄に貼っておきます。